おい、皆さんこんにちは、小坂でございます。鳴神学園七不思議続きをやっていこうと思います。さあ、なんとか6人目までたどり着けて、まずはほっと一息ついているのですが、でもね、ここを抜けないと7話目までいけないのでね、頑張りましょう。さーて、なんとなくちょっとくせ者なレイコさん無邪気に怖いんですよね、福沢さんってね。さあ、行きましょう。こんにちは、はじめまして。私、1年 G 組の福沢玲子と言います。まだピチピチの1年生です。先輩方、よろしくお願いします。それから聞き手の坂上くんだっけ。同じ1年生なんだからさ、同級生同士仲良くしようね。あんまりでも1年生だからね、知らないんじゃないのっていうね、前提がねありましたけどね。日野先輩がね。で、突然だけど、坂上くんって宗教は入ってる？怖い。もし入ってるならどんなのに入ってるの？それとも、もしかしたら無神論者？さあどうしようかな。親と一緒、あまり人には言いたくない無神論者。まあ何も信じてないって人はいないというか、まあね、なんだろう、なんかどの神様でもご縁があればいいなっていう感じですよね、日本人ってね。どうかな。まあありがちなのはあまり人には言いたくないな気がするけど、そしたらなんかね、レアなやつなのかなってワクワクされるような気もするし、親と一緒っていうとね、なんか2世代目の人とかそういうね風に思われそうだし、まあ最後はやめようかな。どっちにしようかな。親と一緒か、あまり人には言いたくないか。親と一緒にしようか。親と一緒なんだ。じゃあ坂上くんは子供の頃から宗教を身近に感じていたんだね。うちは無宗教だったからそういう感じってよくわかんないけどさ。あ、そうなの。宗教に限らないけど、一言でグループ活動って言ってもピンからキリまであるよね。友達同士の小さな集まりからちょっと怖い思想の団体まで。その中でも私が一番怖いのは、中で何をやっているのかわからない不気味なグループかな。いくらメンバー同士の仲が良くってもそういうのはちょっとね。私がこれからするのはそんな奇妙で不気味なグループ活動の話だよ。ちょっとなんか宗教からそれたかな。え、もうすでになんか教祖の風格を持った人いるんですけど。これって1年前の話なんだけれど、あるクラスに中山マミカさんかな、マミカさんっていう女子生徒がいたの。勉強も普通、運動神経も普通、ルックスもスタイルも普通。いや、全然普通じゃないよ。 むしろカリスマ的なオーラを放ってますよ。彼女はそんな見事なまでに平凡な女の子だったの。いや、個性光ってますよよく見てま、世の中はそういう人が大半だと思うけどね、私も含めてさ。坂上くんも自分は普通の人間だって思ってるでしょ。中山さんは普通の友達に囲まれて別に不満のない毎日を過ごしていたんだけどね、一つだけこうだったらいいなって考えていたことがあったの。それはね、彼氏が欲しいってことだったのよ。あ、なんか珍しく恋愛の話になるのかな。早く素敵な彼氏欲しい。でもさ、恋愛って自分一人でどうにかなるものでもないじゃない。相手がいて初めて成り立つものだからね。頭で考えてるだけじゃなくて自分から行動を起こさなくちゃ。でも中山さんは表面上はそんな素振りは少しも見せなかったの。友達が恋バナをしてる時も中山さんは一人いつもひょうひょうとした態度をしてたわけ。興味ないもんねみたいな感じかな。こくるとかこくらないとか、誰かが真剣に話をしている時も私には関係ないわみたいな涼しい顔をしちゃってさ。本当は自分も喉から手が出るほど彼氏が欲しいくせにね。まあそういう人に限っていつまで経っても彼氏の一人もできないってオチよくあるよねある日の休み時間、中山さんはいつものように仲のいい友達とおしゃべりをしながら適当に時間を過ごしていたの。彼氏ができる宗教みたいなのがあるのかな。知ってる？うちの学校って階段の宝庫なんよ。学校の七不思議とかそういうやつ。みんながワイワイと騒いでる中、中山さんは苦笑いしてたんだ。やだな、私ホラーとか苦手なの。ってね、
カルト好きっぽいね感じしますけどね。ねえ、そういえば坂上くんってさ、ホラー好き？さあ、坂上くん立場でいきますよ。あの、私は好きですけど、坂上くん確か嫌いですよね。はい、嫌いです。へえ、坂上くんはホラー苦手なんだ。それでもこんな集会の聞き手を務めるんだから、務めてるんだから偉いよね。中山さんも怖いのは苦手だったみたいなの。ちょっとでもテレビでホラー特集とかやってると、寝るときに電気をつけてないとダメっていうか。実は私もホラー苦手だったりするの。本当かい？喋れるんだよね。でもね、この前もさ、友達のさなえちゃんと一緒にホラー映画を見に行ったんだけど、手が吹っ飛んだり脳みそがはみ出ていたり、見ていて超気分が悪くなっちゃった。でもね、横にいたさなえちゃんがすごかったの。本当にスプラッタなシーンでも手に持ったポップコーンをパクパク口に運んでいるのよ。いつもなら家庭科の調理実習でちょっと手を切ったくらいでピーピー泣いている子なのにね。今はさなえちゃんの話はどうでもいいよね。で、何だったっけ？そう、中山さんがホラーが嫌いだったって話だよね。なんか分岐あったのかな。これ好きって言ったら怖い話になるのかな。中山さんが仲良くしていた先輩に本田幸子さんという女の子がいたの。彼女、家が近くて昔からの幼馴染なんだって。本田さんは怖がりで、ちょっとした物音にもビクって反応するような子だったのね。だからかもしれないけど、クラスの女子グループに目をつけられていたの。ほら、いるじゃない。おとなしい子を見ると陰口を叩いたり、いじめをするグループって。もちろん、私はそんなんじゃないよ。その女子グループのリーダーは、及川さんといって、何でも他人のものを欲しがる子だったの。で、本田さんの持っているカバンに目をつけていたわけ。そのカバンってのは、本田さんが転校してしまった幼馴染の男の子にもらったもので、貝のキーホルダーが特徴的だった。本田さんはいつもそのカバンを大事そうに持っていたの。及川さんは本田さんがカバンを大事にしているのを見てたんだろうね。ある日、事件が起こったわ。本田さんのカバンがなくなっちゃったの。体育の授業が終わって部屋に戻ったら、机のフックにかけていたカバンがなかったの。中に大事なものは入っていなかったけど、カバン自体が彼女の思い出の品だからね。慌てて教室中探したけど見つからなかったの。それだけじゃない。学校中を探したけど見つからなかった。彼女は涙したわ。なんで私のあのカバンが。そりゃあそうよね。彼女にとってみれば、遠くに行ってしまった彼との約束の品だったわけだから。そんなわけで彼女は絶望に打ちひしがれた。で、その時気がついたの。机の中に封筒が入っていたのよ。そんなのさっきまでなかったから、きっと誰かのいたずらよ。でもその時の本田さんには考えることもできなかったのでしょう。すぐにその封筒を開け、中の手紙を読んだわ。あなたの大切なものがどこにあるか知っています。教えてほしいなら、旧校舎の指定の教室に来てください。手紙には簡単な旧校舎の地図が入っていたわ。指定の教室は2階にある。本来普通の思考なら、こんな手紙相手にしないはずなのに、本田さんはいても立ってもいられずに教室を出て行った。その様子を見てクスクス笑っている女子グループに気づかずにね。あ、同じグループなんだね。違うグループの話に巻き込まれたのかと思ったんだけどね。あ、本田先輩。廊下ですれ違った旧友、それが中山さんだったわ。あ、マミコちゃん、いつもみたいにさっちゃんでいいよ。いえ、学校なので。それで急いでるみたいですけれど。ああ、あのね、私のカバンが行方不明になって。本田さんは中山さんにこれまであった経緯を説明したの。中山さんは話を聞いていて疑問に思ったことを口にしたわ。それっておかしいです。そもそも旧校舎は立ち入り禁止です。でもね、手紙にはカバンのありかを知ってるって書いてあるもの。その手紙、どこにもカバンって書かれてありませんが。そう、手紙には大切なものとは書かれているけど、カバンとは書かれていないのよ。先輩、その手紙まずいです。わざわざ旧校舎に呼び出す理由もない。うん、絶対に怪しい。うん、そうだね。でも亡くなったカバンの手がかりはこの手紙だけだから、行くしかないよね。
そう言って本田さんは中山さんを残して急行車に向かった。どうしようね、行っちゃったな。そんな本田さんを放っておけなくて中山さんも後を追ったわ。お、いい子だ。急行車の入り口の立ち入り禁止の看板を無視して入っていった本田さん。彼女は地図を持っているからどこに行けばいいか分かってるもんね。あ、迷いそうなのかな。昼間でも薄気味悪い急行車だけれど本田さんはしっかりと進んでいった。いつもの臆病な彼女じゃなかった。あのカバンはそれだけ彼女にとって大事なものだったのね。で、中山さんは彼女を追ったの。急行車の前までは良かった。でも中山さんはそこで足が止まったわ。急行車に入るのが怖かったの。まさにホラー映画に出てくるハイヤかなみたいだったからね。でも同じ怖がりの本田さんが入っていけたんだ。それにまだ昼だしお化けなんて出ないよね。自分にそう言い聞かせて彼女も急行車に入っていった。大丈夫かな。あ、意外と綺麗。急行車の中は昼だというのに薄暗かった。それに何ていうの、古い木製の建物特有の据えた匂いが鼻を刺激するのね。使ってないとね、どんどんね朽ちていきますからね。それで中山さんは急行車に入ったことを激しく後悔したの。やっぱり来るべきじゃなかったかも。私なんかついていっても役に立たないんじゃないかって。その時だった。あ、大丈夫かな、本田さんかな。上の階から悲鳴が聞こえてきたの。それを聞いて完全に中山さんはすくみ上がった。そりゃそうよね、昼間でも怖い急行車でいきなり女の子の悲鳴が聞こえてきたのよ。それで中山さんはどうしたと思う。はい、逃げたか悲鳴の聞こえた階を見に行ったか。本田さんの声だったら見に行くと思うんだよね。なので本田さんの声と予想して見に行きます。中山さんは責任感が強かったのね。先輩の本田さんに何かあったのかもしれない。そう思った中山さんはすぐに声の聞こえた2階に向かったわ。ただでも偽物っていうねあれもありますからね。2階について彼女はキョロキョロと周りを見回した。声はどの辺から聞こえてきたんだろう。そうやって首をかしげた時だった。ん？再び！また聞こえてきた悲鳴。中山さんは声の聞こえてきた方向に急いだ。それは2階の一番奥に見える教室だった。中山さんは教室にたどり着くと勢いよくドアを開けたの。ちゃんと本田さんかな？弱い光の差す教室に見えたのは倒れている本田さんとそれを見下す形で仁王立ちしている及川さんたちだったのよ。あなたは誰？何しに来たの？本田さんに何をしたの？ちょっと生意気だったからマナーを教えてあげたのよ。マナーって大事でしょ？マナー、それはリンチですか。わざわざ怪しい手紙まで用意して。そう言って中山さんはひるむことなく及川から視線を外さなかった。でもそれが及川さんには面白くなかったのよね。なんだ、手紙のこと知ってるの？ややこしい子ね、生意気だし。つまらなそうに吐き出すと及川さんは一緒にいた仲間たちの顔を見渡して指図したの。ねえ、生意気な後輩がいたらしつけをしてあげるのが優しい先輩の役目よね。みんなで教えてあげよっか。ひどい。それが合図になって中山さんは彼女たちに襲われたの。坂上くん知ってる？女の子のリンチってすごいのよ。詳しい内容はあれなんでここで言うのは控えるけど本当に超壮絶なのよあれは。ボロボロにされてしまった中山さん、もう立ち上がる元気もなかったのね。その様子を見た及川さんたちは満足して教室を出て行ったわ。これは先輩からの愛の指導だからね。ありがたくいただいて感謝してちょうだいね。そして今後は先輩に対しては礼儀正しくマナーを守って接することを忘れないで。そうしないと怖いことになっても知らないからね。そう言い残してね。横で同じようにボロボロになって気を失っていた本田さんが弱々しい声で話しかけてきた。中山さん、大丈夫？先輩こそボロボロ。私のせいで、ごめんね。マミカちゃんに忠告されたのに、私はバカだから、こんなことになっちゃった。
いいよ、それよりカバン。探していたカバン、やっぱり及川さんが持っていたの。及川さんはあのカバンが欲しかったみたいで、返してって言うとこうなっちゃった。なんとか取り戻そうと思ったんだけど。そう言って本田さんは手の中に大事そうに握っていた貝の形のしたキーホルダーを見せてくれた。そして力なく笑ったの。これだけしか取り戻せなかった。転校していった彼に何て言って謝ればいいのかな。先輩、悔しいよ。私なんでこんなにバカなんだろう。悔しいよ。本田さんは涙を流しながらそう言って、そのまま何も言わなくなってしまった。ねえ先輩、さっちゃん、ねえさっちゃん。動かなくなってしまった本田さんの肩を揺さぶりながら、中山さんは大きな声で泣いた。あいつら死ぬまで認知するんだ、カバン一つのために。中山さんも全身ボロボロだったけれど、なんとか立ち上がった。でも体がうまく動かせない。手も足も痛くてうまく歩けない。きっと骨が折れていたんだろうね。だからせっかく立ち上がったのに、そのままよろけて転んでしまった。自分もこのまま死ぬのかもしれない。なんでこんな目に遭わなければならないのか。そんなことを考えていたら、頭の中に声が聞こえてきたの。我と契約せよ。さすれば望みは叶わん。わあ、悪魔召喚してしまったかしら。オッケー、じゃあ明日ね。おやすみ。あのカバンもっと可愛いと思ったのにな。なんかダサ。もういらないか。次のゴミの日に捨てちゃおう。あれ？何？停電？ああ、もうやだ。ムカつく。明日本田のやついじめないと。ああ、もうやだ。いった。ちょっと何？今何が起きたの？痛いってば。何？何なの？やめてよ。誰かいるの？あれ、本田さんだ。本田さんでしたね。本田さん、どうしたの？なんでここにいるの？痛い。ちょっと殴らないでよ。てめえ調子に乗ってんじゃねえぞ。ぶっ殺してやる。及川さん、なんでここに本田さんがいるのかわけもわからず、近くに置いてあった瓶を振り上げたの。そして本田さんめがけて思いっきりそれを振り下ろした。あれ、なんで、なんで当たらないの？やめてよ、死んじゃうって。及川さんはそのまま見えない何かに殴られ続けた。本田さんはそれをただぼーっと見ているだけだった。お願いします、ごめんなさい。もういじめません、いじめませんから、殴らないで。そうしたら、それまで黙っていた本田さんが、カバン、カバン、返します、返しますから許して。カバン食べて。無理無理、カバン食べるなんて無理だから。すると突然本田さんはカバンを及川さんの口に押し込み始めたの。そんなもの口に入るわけないじゃない。それでも及川さんの口が裂けるほど押し広げて容赦なかった。欲しかったんでしょ、カバン。大事なカバンだから、あなたはなくさないようにしないと、誰にも奪われないようにしないと。だからね。及川さん、白目を向いて喉をかきむしっていたけど、その喉はどんどん太くなり、裂けた口はすっかりカバンを頬張ってさ、もう人間の顔じゃなくなっていたの。ここで笑える。怖いですね、福沢さんは。次の日、顔面は崩壊し、お腹はまるでカエルのようにいびつに膨れ上がって死んでいる及川さんが発見されたの。及川さんって他の話のエピソードを思い出しましたけど、大体無残な死に方しますよね。まあ自業自得ですけどね。
解剖したらお腹の中には大きなカバンが詰め込まれていたんだってさ。外傷もないのに、あんなカバンがどうやって腹部に収められたのか謎だって、検視官は首を かしげていたそうだけれど、そりゃあそうだよね、本田さんの怨念ですなんてわかるわけないもんね。そうそう、本田さんを殺害したいじめっ子グループ全員変死したんだって。自分の足を加え込んで窒息死したり、金魚鉢を丸ごと飲み込もうとして脳頭に詰まらせて死んだり、そりゃあもう常識では説明のつかない死に方だったらしいよ。ちなみにさ、今ではこんな噂があるの知ってる？本田さんが亡くなってから、亡くなったんだね、旧校舎には夜な夜なうめくような、地の底から響くような泣き声が聞こえるようになったんだって。きっと本田さんの泣き声だよね。で、カップルでその声を聞くと、その日の夢に本田さんが出てくるんだってさ。私のカバンを返して、その時にはこうやって返さないといけないの。カバンは及川さんが持っていますって。そう答えないとどうなるのかはわからない。だってみんな死んじゃったもん、そういう噂。でもさ、夜の旧校舎にカップルで行かなきゃならないんだよ。そんなの試した人いるのかな。これで私の話は終わりだよ。え、中山さんはどうなったのかって？今も元気に学校に通ってるよ。あれだけ瀕死の重傷を負ったのにすぐ回復しちゃってさ、みんな驚いてた。それでね、よく旧校舎に出入りしているみたいだけれど、なんでかな。そこ突きつけね、突き詰めようよね。本田さんの呪い、まあ、本田さんの呪いなのかね、中山さんの能力なのかね、まあ、どっちが契約したかだよね。さてさて、7話目までちゃんと行けましたね。さあ、ここの結末はね、どうなるんでしょうか。1週目だからどんな感じになるのか気になりますね。さあ、7話目は次回にしましょう。ではでは、今日の朗読はここまで。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。今日も朗読お疲れ様と思ってくださる方は、ぜひぜひグッドボタンあるいはチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の鳴神学園あるいは他のゲームでお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。